定例会議する家族。はーい、皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でーす。はーい、まさきちファミリー定例会議始めたいと思います。イエーイ。イエーイ。イーイはい、早速ね、先月十一月、何ができたかとかを確認したいと思います。おうちゃん、先月、何ができた。すーちゃんが喋れるようになった。ああねえ、すーちゃん喋るようになったね。本当だね。すみちゃんなんか喋って。 すごいね、スミちゃん。スミちゃん上手だね。歌えてるね。い,いや素晴らしいです、スミちゃんが成長してるね。これからもどんどんね、スミちゃんのちょっと成長を追っていきたいと思います。やったー。やったー <laughs> あとじゃあ青いちゃんはさ、先月何ができた？いろんなところでクリスマスできた。 ああね、いろいろ言ったよね。あの、横浜のクリスマスマーケットにも行ったし、東京のクリスマスマーケットにも行ったもんね。ね。で、ね、今月12月がね、クリスマス本番だから、今月もいろんなところ行こうね、あおいちゃんね。どう、YouTube と TikTok は成長できてますかどっちも1 5万人いった。ねーすごいです。あおい,、ね、いちゃん、さすがです。ねあじゃこれからもね、どっちも伸ばそうね。ママ、今のまさきちファミリーの課題なんですか インスタがあまり伸びてないだよね。なので、今後はインスタも頑張っていきたいと思ってます。ああ、ね、ちょっとね、インスタなかなか難しいからね。これからもね、ちょっと伸ばせるように、あの写真とか、いっぱいいっぱい投稿していきましょう。ね。あおいゃちゃん、どんどん可愛い,い写真とかね、いっぱい撮らせてね。あおいちゃん、可愛い,いポーズして、なんか。いいね、可愛い,いね。可愛 <laughs>、うん、い,い。じゃあ、あおいちゃん、12月もね、いろいろね、クリスマスのシーズンだし、何よりもね、すみれちゃん。 すみちゃん今月2歳の誕生日だねもう1歳終わっちゃうから今月いろいろね頑張ろうねすみれちゃんもねもうほんと1歳ラストなんでねあのー、今のこの可愛いすみれちゃんをちょっと焼き付けたいと思います <laughs> これからもねまさきちファミリー一丸となって頑張っていきましょうよろしくお願いします。